はい、レオちゃんの次に、次かな、レオちゃんよりかもわからんけど、凶暴と言われる、凶暴でしょうね、これは。2年間、こんな感じ。まあ、この子を知ってるモーちゃん、モーちゃんを知ってる人は、ね、ポンさんが保護してから慣れなくて、ある日突然ね、あの FIP のドライ型に、ね、かかって、この子ですね、うわ、84日やったかな、薬を与えたことによって、ね、まだ未だになれないのかわからないけど、ね、むっちゃ凶暴やからね、この子は。まあ、レオちゃん、ね、凶暴な猫、レオちゃん、2年経ってようやくね、なでなでできるようになったけど、この子はまだいまだにチュールもらうときはね、おとなしいんやけど、けどいまだにこんな感じです。それを、ね、やっぱりもうずっとこのままにはしていかれへんということで、ね、訓練始めます。まあ、まず川手から、まあ、毎日3分動画をね、ちょっと撮っていきます。相当凶暴やからね、この子は。おいで。おいで。もーちゃん。もーちゃん。おいで。もーちゃん。もーちゃん、おいで。はい。まあ、ちょっとストレスにならん程度にね、3分ほどにしますね。おいで。おいで。おいで。もーちゃん。もーちゃん。まあ、これ以上の、ね、猫が、凶暴な猫が今までおったか。こんだけ慣れないんだけどね、もう2年経つんやけど、こんな感じです。な、もーちゃん。おいで。おいで、おいで、もーちゃん、引っかかったんか。おいで。まあ、こんな感じで、ね、何ヶ月後になれるかわからんけど。おいで、おいで、もーちゃん。まあ、ね、こんな感じのもーちゃんです。ね、頑張ろうな、もーちゃん。りょうちゃんに負けずにね。はい。以上です。